私の名前はカレン。いわゆるアニメオタクで趣味はコスプレ。衣装や撮影にお金をかけたいから、服はお母さんのお下がりで十分。今時のファッションやメイクには興味がなく、周りからよくダサいと言われ、距離を置かれている。内向的な性格なため、友達は一人しかおらず、大学では孤立し、リア充ギャルたちの標的になっている。うーわ、スカートがこんなに似合わないダセえ女いる？やばくない？こないだ出かけた時あいつ見かけたけど、母親もババ臭くてマジ引いたわ。しかも隣に50くらいの暗いババアが歩いてるかと思ったら、カレンだったわ。マジかよ、マジやべえ。つうか、聞こえてるんだったら返事くらいできねえのかよ。マリコ、もうやめろよ。同じゼミ仲間じゃないか。ハルト君がそう言うなら、仕方とかなんなんお前。ハルト君に媚び売りやがって。マジでいつか閉めるからな。毎日そんな脅しを受けている。大学生になってまでこんなことしてるなんて、どんだけ暇なんだと思い流していたが、それは実行に移されたのだった。おいカレン、こっち来いよ。ギャル軍団のリーダーマリコが空き教室に私を連れ込んだ。これ着て大学内歩けよ。動画撮って拡散させてやるから、ダサい友達克服させちゃいましたって。ディスカウントショップで売っているようなペラペラのメイド服を投げつけてきた。私はこの手の服を着れない事情がある。ちょっと着れない。てめえ、私に逆らうのか。裸で大学内歩くか、これに着替えるのか、どっちか選べ。わかったわ。じゃあ早く着替えて行動に来いよ。言っとくけど、帰ったりしたらただじゃおかないから。やれやれ、マリコのいじめも行き過ぎてるから、少しみんなの力でも借りるかな。私は着替え行動に向かうと、その姿に。てめえ誰だよ。カレンはどうした？え？私がカレンだけど。私の変貌に気づかないマリコ。そう、なぜなら私はカナコという名前のコスプレイヤーで、ツイッターのフォロワーは10万人。コミケでは大勢のカメラマンたちが写真を撮るために円を作る囲みができるほどの人気。写真集を出したり撮影会に参加したりと忙しい日々を過ごしている。雑誌ではよくメイド服姿で出演しており、コスプレをするとファンが集まってきてしまう恐れがあったので、あえて地味な格好を貫いていたのだ。え？マジでかなこたんじゃん。ツイッターのつぶやき本当だったんだ。マジかわたん。ああ、なんて神。そんな神にいち早く注目した僕の目も神。なんなのこれ。この女は普段はダセー私服着てるブスだよ。うるせえぞ。かなこたんのことブスとか、お前何様だ。かなこたんをいじめてんじゃねえよ。オタクたちの勢いに押され逃げようとしたマリコだが、え、やっぱりかなこちゃんじゃん。ツイート本当だったんだ。俺かなこちゃんのファンです。めっちゃ可愛い。ちょっとハルト君、何言ってるの。そいつあの陰キャなカレンだよ。でもこのメイド服、私がプレゼントして着せてあげたんだよ。君だったんだな。かなこちゃんが無理やりメイド服着せられたってツイートしてたからね。かなこちゃんは人気のコスプレイヤーだし、スポンサーもついてるから、プライベートでは絶対メイド服は着ないんだよ。そうだそうだ、かなこたんはコスプレに命をかけてるんだよ。そんなディスカウントショップで買ったような安っぽい衣装なんか着ないんだよ。これはかなこたんに対する冒涜だ、謝れ。私のツイートを見たファンの人たちが続々と集まってきた。ちょっと、なんなのこれ。カレン、ごめんなさい。もう二度といじめたりしないから許して。わかればいいのよ。なんて神。フォロワーさんのおかげで、その後はマリコからのいじめはなくなった。マリコも大学ではオタクたちの監視下に置かれ、とても居づらそう。持つべきものはオタクパワーね。そしてハルト君ももともとコスプレに興味があったらしく、今では一緒にコスプレイベントに参加している。マリコってやつ嫌な女ね。ええ、すごく意地悪な女だったわ。ボンジュール、久しぶりね。私、山下マリアンヌ。誰？誰じゃないわよ。娘をフランス人形のように扱う母親の主人公マリアンヌよ。いたね。TikTok では10万回再生されてるのよ。あなたたちの、そのしょっぱい動画全部合わせたって、私の再生回数の足元にも及ばないわ。TikTok 界のカリスマって呼んでほしいわ。マリアンヌ、あんたそのキャラ設定で行くの？正直今も作中よ。そんなことはどうでもいいの。今回登場していたマリコって私だからね。
マリアンヌなのになんでマリコなわけ？日本ではマリコって呼ばれてるのよ。何それ。ジョー太郎の母親ホリーが日本ではセイコさんって呼ばれてるでしょ。それと一緒。その例え合ってるか。そんなことでこのチャンネル名もいつかはマリアンヌ TV にさせてあげるわね。それじゃあオルゴワール、やれやれだぜ。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。